きチャンネル。ちょこんにちは。さあ今日はですね。はい。DNA DNA です。それなんですか。USA ですか。カーモンベイビー DNA。先生カーモンベイビー横浜なんじゃないですか。DNA 本拠地は横浜だ。はい。カーモンベイビー DNA 全身は TBS。そうですね。ダメだ。全然大丈夫です。はい。どういうこと大丈夫でどういうこと。全身は TBS なんですか。そうだよ。全身？太陽とかじゃなくてですか。うん、横浜ベイスターズ、うん、横浜 DeNA ベイスターズ。あ、横浜ベイスターズは TBS が一回そうだ。そうなんですか。そう、まあ、TBS 横浜線ってイメージありますけど、親会社だった。はい。あ、親会社だったんですね。そうへぇー。カーボンベイビー DNA 横浜の方が新潟に移籍諦める。カーボンベイビー DNA みなとみらいドーム計画からの破綻。はい、はい、プチ情報プチ情報ありがとうございますダメだ。いやいいと思います。はい、なんでいきなり歌い出したのかなと思って。いや、思いつきって、だから USA って言うから。いや、さっきなんか一人でだって DNA って言ってたんでUSA じゃないんですかって言って、それじゃもうダバンになるやん。そうですね、うん、で、替え歌即興で歌ったんですね。そう、はい、2分経ちます。始めましょう。もう始まってるから。はい、そうですね、うん、今日は DNA です。カーボもういいですってもうもういい。くどいって言われますよ。え、くどいって。いやいや、もっと聞きたいって言ってる。言ってます、うん、言ってる、はい、じゃあ時間足りなかったら行きましょう、歌いましょう。うん、そうだろう。はい、じゃあ DNA ですね。はい、DNA、頑張るだけです。はい、終わり。カーボ頑張るだけですってどのチームもそうじゃないですか。どのチームも頑張るだけなんですよ。そうなの。はい、うん、どのチーム頑張んないで勝てるとこないんだ。だって早く言ったらもう DNA いけんでしょ。歌っていいですよって、はい、あと7分歌うんですか。DNA それでどれだけ回るか楽しみだ。そうですね、ずっと歌ってるだけで。うん、はい、じゃあ今シーズンの課題。はいはい、そうだね。はい、じゃあ DNA はどういうイメージあるんですか。はい、DNA は、うん、私こうパッと思いつくのは、投手陣も打撃陣も結構バランスが良かったなってイメージはあるんですよ。うん、でもスタートダッシュがちょっと、あの、うんうんうん、外国人選手いなかったんで、うんうんうん、遅れたけど、すごいバランス良かったなってイメージです。うん、だからなんかあの打つのもしっかり打つしみたいな、はいはい、イメージあるやん。あります。明らかな課題は、はい、打撃陣です。あー、そうなんですか。はい、なんか牧選手とか、うん、佐野選手もいるし、うん、なんか打ってるイメージあるんですけどね、宮崎選手とか。打ってるイメージあるでしょ。ある、あります。チーム打率2割5分1厘、はい、セ・リーグ2位です。もう打ってる打ってる、結構イメージあるでしょ。はい、打ってる打ってる。でも課題は打撃陣。そうなんですか。うん、ホームランもでも100本以上は打ってますね。多くはないけれどもっていう、うんうん、その答えがね、はい、明白なのは、はい、DeNA 援護率 3.58、はい、セ・リーグワースト2位です。そうなんですか。そんな援護してないんですか。援護してない。で、はい、チーム、うん、得点数、はい、497、はい、こちらパ・リーグワースト2位です。そうなん、まあ、どれもワーストはドラゴンズなんだけどね、はい、うん、で、チーム得点圏打率、うん、2割4分2厘、ワースト3位だから、要はセ・リーグ4位です。そうなんだ。っていうことは、はい、打ってんのに、はい、点入れてないんだよ、打ってる割に。あ、そういうことか。打率はあるけど、うん、点が入ってないってことか。うん、そう、はい、だからもう優勝してヤクルト619点に対して497点よ。あ、本当だ。500点も取ってないのよ。はい、あ、4位か。うん、うん、セ・リーグだからチーム打率がヤクルトより高いのに、うん、はい、チーム得点数がヤクルトより100点も少ない。本当ですね。で、もうホームランの数はセ・リーグ3位なの、117、はい、100本以上打ってるからね、うん、っていうところで、はい、考えても、うん、どれだけ点数が効率よく取れてないかっていうのが出てる、はい、
そっか、得点圏とかも低いわけですか。得点圏打率も2割4分2厘で、はい、セリーグ4位です。4位か、そうなんだ、はい、なんかこう3割打ってるバッターがやっぱ多いイメージがあるんですよ、そうそうそう、うん、DeNA って結局打ってるイメージあるじゃん、はい、でも打ってるイメージあるのに、うん、効率のいい攻撃してない、うん、あ、そういうことなんですね。だそういったところが2位止まりになってる、ね、はい、あ、でもう一つが、はい、ヤクルトに今年9勝16敗と借金7、うん、はい、あ、そこでそんな負け越してるんですね。これもかなり痛い、うん、でプラ終盤の直接対決連敗しましたもんね、うん、で広島にも8勝17敗で借金9なんだよ、はい、うん、この広島とヤクルトで借金16作ってる、うわ、これ明らかにお得意様にされてるから、はい、こういったところも2位になったっていうところもあるし、うん、その打撃陣の効率の悪さっていうところもある、うん、でピッチャーもバランスいいと思うじゃん、はい、でチーム防御率 3.48、うん、はい、こちらが、セリーグ3位、3位か、で先発防御率が 3.58、うん、こちらもセリーグ3位、はい、で救援防御率が 3.31、 こちらがセリーグ4位、うん、だから至って普通です。なんか先発のこう数揃ってるなってイメージあるんですよね。しかもリリーフも、はい、エスコアと伊勢とか、伊勢投手が1点台ですよ、山崎康成とか、はい、で今年は入江とかもなってきて、うん、はい、いいと思いきや、なんか名前もすごい、防御率だけで言うと 3.31 で、はい、1位は阪神の 2.39、うん、はい、で2位は中日の 2.93、うん、で3位ヤクルトの 3.08、はい、で4位がやっと DeNA で 3.31、 へー、意外です。そうそうそう、うん、左の田中とかもね、今年良かったけどね、はい、だから投手陣も普通なんだよ、うん、いたってもっといいイメージでした。そうそう、はい、だからこそ打撃でカバーしなきゃいけなかったんだけども、はい、打撃が打ってる割に点が入ってないっていうね、うん、そっか、ただお互い なんだろう、打も投も、うん、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、うん、悪いわけでもないけど、いいわけでもないってことか。でも2位に上がってきてるところは、はい、それがすごいんだけども、はい、だから効率悪いけど結果は取ってるってことだからね。そうですね。でもっと効率よくなったら、うん、それ1位ですよ。そうですね、うん、でも終盤のやっぱ勢いすごかったですからね、うんうん、でもそう、はい、オースティンはまだ開幕いない。そうですね、肘の手術したんでね、はい、キャッチャーの峰井が FA 移籍で、うん、はい、まあ、そのために松尾くんね、はい、ドラフトで取ったっていうのもあるし、うん、まあ、戸柱とね、はい、伊藤光がどれだけ頑張れるかっていうところが勝負になってくるんだけどね、はい、まあ、峰井も打つのは2割ちょっとしか打ってないからね、はい、でもちょっとキャッチャーのね、リードはね、日刊スポーツで出したやつでいうと、うん、結構クオリティスタート率も高くて、ね、結果として残してるからね、はい、そういったところの、うん、影響がどこまで出るかっていうところはあるけどもね、うん、でトレードで強打、はい、取ってきたっていうところもね、うん、あるけども、うん、打です。うわ、打なんですね。効率いい打が求められます、はい、でもメンバー的にはどうですか、そこまで一緒だね、まあ、宮崎、ショートが、まあ、森山と、はい、強打で、セカンドが牧なのか、牧ファーストいくのか、はい、で外がファーストなのか、うん、で、桑原、佐野、うん、でライトが、まあ、誰が来るかね、はい、まあ、いろんな選手が、まあ、オースティンが来るまでね、うんうん、はい、っていうところはあるけどもね、うん、まあ、でもメンバー見てもなんかこうまた打つんだろうなって感じはするで、ね、うん、でも山崎康晃がポスティングでいなくなるから、そうだ、そこ結構痛いじゃないですか。守護神が伊勢なのか、はい、伊勢になってくると前は入江なのか、うん、はい、どうなのか、うん、新外国人来るのか、はい、みたいなね、ところの、まあ、ちょっと後ろの再編もいるから、うん、一歩間違ったら B あるね。そうですね、うん、ちょっと予測が意外と難しいですね、うん、あとやっぱりね、何気だから満足しちゃダメなんで、はい、何気にダメなところが明確にあるっていう、うん、その打つのにしても、あ、そうなんだ、だから効率悪いからそこら辺でスクイズとかいろいろ作戦して点取りに行くっていうところも必要になってくるだろうし、はい、その投手陣も何気にまとまって良さそうだったなと思うけど、うん、数字から見たらチーム全体的で言えば、うん、そんなめちゃくちゃいい結果も出てないから、はい、でも2位にいるっていう結果は素晴らしいね、うん、そうですね、うん、でもそう考えるとあの広島とヤクルトの負け越しは結構惜しかったですね。いや、痛い、だからそこ、うん、まあ、もうそこよ、だからそこをヤクルトと広島の時に効率よくできてれば、はい、優勝もあったかもわかんないからね。結局貯金5で終わってるわけですからね。そうだって、ヤクルトとの借金が7でしょ、はい、ゲーム差8でしょ、はい、確かに5部でいってればもっと5部でいってたらこれ7がなくなるからね。そうですね、だこれ万が一、うん、5部でいってたら 3.5 縮まるわけですよね、多分。あ、そうだね、はい、でも借金7が0なんだよ。あ、そうか、借金7が0になるのか、だから1だ。あ、じゃあ1だ、本当だ。で、広島にもうちょっと勝ってればもうってなるわけよ。
そうですね、うん、だから9勝16敗が13勝、うん、だから12勝13敗でもよかったね。はい、そうですね、うん、もったいなかったですね。だからやっぱそこでやっぱ優勝したチームに大きく負け越すっていうのはね、うん、ちょっともったいなかったね、まあ、2位になってしまうというところですね。でヤクルトには16勝9敗で勝ち越してるから2位になれてるわけよ、うん、3位のチームに、はい、だからそういったところではもうちょっと効率のいい攻撃を、うん、はい、ベンチも含めてちょっと考えなきゃいけないね。じゃあまあ監督の采配とかももちろん含めてね、ま、で、はい、で打ってるからね、はい、ランナー出すけども効率よく点取れてないってことだから、うん、そういった面でそこが改良できれば、うん、もっと点も取れればピッチャーのも良くなってくるかもわからないし、はい、あと守護神誰にするのかっていうちょっとリリーフの課題はね、うんうん、来年あると思うけども、はい、そこはまあ新戦力とともに、うん、まあ、どうなるのかっていうところはあるけどもそこだね。そうですね、うん、だからもう中野なら待っててもダメだよもう、はい、泣いてるから、はい、泣いてる、ね、そう、泣いてるから、うん、いい泣き方するように、はい、ベンチがやんなきゃいけない、ね、もっとじゃあいい声で泣かせてみようホトトギスって感じですね。そうそう、そこができれば、うん、もっと効率よくガチッとはまるから、はい、そういったところが来年の課題かもわかんないね。そうですね、うん、はい、じゃあ DeNA の花見さんどうですか。